ジョン。こんにちは。さあ、はい、スピードアップに続いて、はい、ね、いい結果かどうか分かりませんけども、はい、今回は、はい、ビタ止めです、はい、やっぱりしっかりキャッチングっていうね、はい、技術をこの強さに耐えられるかなっていう高山さん、はい、誰に教えてもらう俺だよ、俺だよ、はい、あんなビタ止めやってる人誰にも教えてもらってないんだよ。そうですね、うん、だから誰にも教えてもらってないのに、はい、あんだけできるのはすごいけど、はい、今日はもう俺が教えるんだから、はい、できんのよ。できます。そうそうそう、はい、だから今日はねビタ止めです、うん、はい、もう簡単です。止めるだけだから、はい、ね、そういったところで、はい、まずじゃあ俺がビタ止め、はい、わー、痛い。 お願いします。ビタ止めってよくわかんないけどね、普通に取ってるだけだから。おーです。でもこの綺麗に取るのが難しそうに見えるんですけど。いや難しくない、ボール来るんだから、取りに行かない、はい、待っといたら来る。おー、おー、音が気持ちいいですね。こうやっていれば、いれば来るから、こうやって、はい、取りに行くからダメだから、こういれば来るから、いれば。これはミットはキャッチ、ありがとうございます。わー、佐藤さんのミット。じゃあまず初めてやってみよう。初めてやったらどうなるかやろ。そうですね、うん、今日ファーストテイクだね。ファーストテイク、ファーストテイク、ビタ止めファーストテイク。キャッチャーミットに手を通すのも初めてです。あ、でもなんかすごく普通のグラブと比べてどうですか。なんかやっぱ厚みがすごくて、でもなんか柔らかいです。よし、あれ、こんな感じで大丈夫ですか。あ、でもこの体勢が結構きついですね。はいはい、うわ、取れる気が、うわ、痛い。ちょっと待って待って、うわ、痛い。ちょっと待って待って、ファーストテイク失敗。取れる気がしない。2回目です今日。なんかこうコツはないですか。もっと開いといてもいいの。あ、取れました。挟まった感じです。佐藤さんがよくやってるやつ。取りに行っちゃいました。今取りに行きました、完全に。人生初めてですから。取れた。その顔よ。取れた。今完全見てなかったよ。よし、じゃあ、はい、まず構え方だね。はい、お願いします。構え方、かかと浮かさなくてもいいから、はい、若干こう感じ、こういう内側、そうそうそう、はい、こう、もうちょっと足、お、そう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 、こう、お、そう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 、はい、で構える、めちゃくちゃ大変この体勢。それ見とかして、これ柔らかいの、その顔構えてみて、はい、お、そうそう、はい、お、そう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 、で手開いて、お、そうそう、いいね。うん、それだね。これ肘はこうした時にこうです、うん、開けると手に力ない人は下がっちゃうから、ミットが。手に力ある人はいいけど、うん、はい、すっごい大変この姿勢が。これぐらいからスタートだから、はい、お、そうそうそう、いいね。こうで、それで、はい、来たら、はい、そう、取りに行っていいの。で、お、そうそうそう、形的には、はい、形的にはそれ、あの、ここがしんどい。それです。姿勢が。よし、じゃあ、はい、指導終わったので、はい、本番です。え、あの、指導は詳しく見せないのよ、はい、俺 YouTube で。 あ、そうなんですね。もう指導は完璧に終わってるから、あの影で、はい、はい、それでは、いきます。はい、アイアンマンになった気分です。そうだ、はい、好きだもんね。大好きなんで。装着しました。これで怖くないでしょ。
はい、怖くない気がしてきました、うん、しかもあってサイズ感いいね、うん、自分が今どういう感じなのかが見えないので、うん、だからシャメ取ってあげる後で、はい、お願いします。よし、じゃあ、はい、ついて、なんか自然にガニ股になりますねもうちょっと中心かな、お、そう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 、はい、お、そうそうそう、はい、はい、はい、外に行ってるか、こう、あー、こう、はい、あれ、おー、いい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 んですか、今の形、へぇ、取れなかった、感じいい、感じいい、はい、感じは完璧よ、今いい、今いい、はい、あの感じで、うん、今の最高、今のいい、今どうだ、ボールがなかっただけ、はい、形いい、もうちょっと、お、そう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 、ああ取れなかった、はい、おお、そう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 、今の感じ、今の感じ、はい、今の感じ、もう一回お願いします、今の感じ、はい、そう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 、いいね、いいね、いい、おお、そうそう、惜しい、あ、入んない、いい感じ、はい、いい感じ、これキャッチャーの方膝つきたくなる気持ち分かりますね、あ、今いいですか、ちょっと失礼します、おお、かわいい今のうまい、はい、膝ついた方がうまく取れます、今のうまい、今のうまい、なんとなくコツが、はい、おー、そう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 、おー、これ形できてるんですか、格好できる、できる、よし、じゃあ本番、はい、佐藤さん、ちょっと真ん中ぐらいの距離でやりませんか、はい、はい、おー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 、いい音がちょっと、これでこうやって下ろすんですよね、よし、じゃあ行こう、本番や、本番、はい、ファーストテイクね、はい、ピーパッド終わろう、走り続けるよ、こうやって、よし、格好からお願いします、こう、お願いします。あー、くそちょっと待ってください。ミット変更。ちょっと佐藤さん、わかります。野球選手あるあるです。ミスすると道具のせいにします。お願いします、おお、一応取れました、逆にすごい、逆にすごい、すごい、なんでですか、あ、本当自分の感覚ではここに入ってます、お願いします、あ、嘘や、あ、でも惜しいっすね、痛い、握力がなくなってきました、じゃあもう最後する、記入か、最後ね、最後、集中追い出しましょう、はい、
お願いします。でも今日初めてだから、初めてだから真ん中に入ったのは初めてです。そう初めてだから、はい、こっからだから、こっからですね、うん、どうでしたかキャッチャー。キャッチャーもう体勢だけでしんどいですしもう手もう、あ、ごめんなさい、あの握力がもうゼロになってます、今大変。まあでもこれスタートなんで、はい、これから、はい、あの年数かけて、はい、うまくなる。だからこれできたらもうバッティングセンター行くからね。あ、そうですね、バッティングセンター行って取るやつやるから。キャッチングもう一回ちょっとどっかでやりたいですね、うんうん、大丈夫ですか、疲れてないですか。だいぶ疲れましたね。お疲れ様でした。あのちょっと本当に足首もしんどいし、はいはい、この股関節もしんどいし、もうなんか全部に来てます。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。ここから続けていきましょう。はい、いやでも貴重な経験でした、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。初めてつけます。頭も入れます。あ、はい、入れた方がいい。あ、こうか。あれ重いやん、これかわいい。いいね、最高。いいね、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 いいね。アイアンマンになった気分、こう自然に防具がついていく変身。